ファミコンの時代からゲームの世界観を伝える大事な要素としても語られるゲーム音楽、ドラゴンクエストといえば交響組曲、ドラゴンクエスト援助曲というように、そのゲームを強く印象をつける大きな役割を持っており、つい口ずさんでしまう名曲も多いですよね。そんなゲーム音楽ですが、上松信夫氏が語る今のゲームで面白いゲーム音楽が生まれない理由が、海外ゲーマーの共感を呼び大きな話題となっていました。上松信夫氏はファイナルファンタジーシリーズなど数々の人気ゲームの音楽を手掛けたゲーム音楽界の巨匠です。ニュースピックの動画にて、上松さんは今では昔のような音数等の制限がなく、音楽の教育を受けてきた作曲家がたくさんいるにもかかわらず、なぜ現代のゲームでは新しいゲーム音楽が生まれていないのかと、近頃のゲーム音楽界の問題について語っており、新しいゲーム音楽が生まれない理由として、作曲家だけでなくディレクターやプロデューサーも映画音楽のような音楽で満足してしまっている、無難なところしか望まないからつまらない、ディレクター、プロデューサーは作曲家に任せて、作曲家も自分の音楽というものを探求するべきじゃないかと語っていました。この現代ゲーム音楽の現状に対して海外ゲーマーからも多くの反応が寄せられていました。それでは海外の反応をご紹介します。彼の言うことは 100% 正しいね。映画のサウンドトラックほど退屈で個性がなく創造性のないものはないよね。その通りだ。ゲームにはテーマ的に意味があって、ゲームプレイ体験を盛り上げるような面白い音楽があるべきなんだ。同じ音楽の繰り返しなんか退屈なだけだよ。事実、AAA 洋ゲーは大抵映画風の曲ばかりでつまらない。自分が日本のゲーム音楽の方が好きな理由の一つがこれだ。上松信夫さんは昔ながらの手法で音楽を作っているよね。ジョン・ウィリアムズやジェームズ・ホーナーみたいに中心的なテーマを作って派生させていくんだ。彼の音楽はプロジェクトにも自分自身にも忠実で、聴いていてワクワクするものが多い。それに対し最近のゲーム音楽はそれっぽいものを作ることに専念されていて、聴いていても面白くないと思う曲が多い気がする。個人的にはファイナルファンタジー6やファイナルファンタジー7みたいな象徴的なテーマのある昔のゲームが恋しいよ。上松さんの言ってることは 100% の事実だよ。最近の対策ゲームにはまともなメロディーがない、壮大なドラマチックオーケストラっていう感じの音楽ばかりでうんざりしてる。個性がないんだよ。確かにね。皮肉なことに壮大な映画音楽をうまくミックスさせた唯一のゲームはファイナルファンタジー16だ。ゼルダのような伝説的タイトルのゲームでさえ最近は映画音楽のような曲ばかりだよね。 JRPG の例ならテイルズオブアライズだね。壮大なオーケストラ曲ばかりだけど、一つも思い出せないし、いい曲だとは言えないようなものばかりだ。一方ゼノブレイドは素晴らしい。すべてオーケストラ曲かロック曲だけど、どれも記憶に残る素晴らしいメロディーをしてる。これが正しいゲーム音楽なんだろうね。そういえば確かにスーファミやプレイステーション時代の曲ってよく覚えてるけど、最近プレイしたゲームの曲って全然思い出せないな。最近のだとエルデンリングのモーグの曲とかの良い例外もあるけど、確かに多くのオーケストラ曲は混ざり合って聞こえるよね。エルデンリング全体で見たら前作と比べると信じられないほど中途半端な音楽ばっかだと思う。ブラッドボーンやダークソウルさんはサントラを聴いてボスや名前を特定できるけど、エルデンリングはあまり印象に残ってないせいで全然どのボスの曲か思い出せないんだ。エルデンリングはステージごとの音楽はゴージャスでクリエイティブなんだけど、戦闘や壮大なシーンの音楽は繰り返しが多くて聞いてて疲れるから音楽を消してプレイしてた。ソウルシリーズのボス戦の音楽はゲームにおける音楽デザインのピークだと思ってる。ソウルシリーズはダークソウル3以来いいと思える音楽には出会えてないね。フロムのゲーム音楽はエバーグレイス2以来印象に残る曲がないな。自分もずっとこう思ってるよ。記憶に残る曲ってそのゲームを特徴づけてくれるんだよね。ファイナルファンタジーの1から10まではその最たる例だよ。おいおい、ファイナルファンタジー14が抜けてるぞ。あのゲームの魅力の半分は音楽だ。壮大なオーケストラ的な曲ってうまく取り入れることができればいい曲が生まれるんだけどね。例えばニーヤ、ファイナルファンタジー14、ファイナルファンタジー16、ダークソウル3とかね。ただそれをどうやって使えばいいかを知っていなければいけないんだ。いくつかの信夫の最高傑作はまさにそれに当てはまってると思う。先日ペルソナ5をプレイしてて、なんで他のゲーム音楽はあんなにブーイングが多いんだと思ったな。ペルソナシリーズは特に音楽に重きを置いている。
特徴的なゲームだよね。ペルソナはどの作品も印象に残る曲が多いね。ペルソナ5の唯一の良いところは音楽だからね。彼の言いたいことはわかるけど完全には同意できないな。ビデオゲームの音楽でも素晴らしいオーケストラ音楽を聴くことができるし、どのゲームの曲か思い浮かぶよ。ただ長期的に見ると過剰なオーケストラ音楽は面白みに欠け飽きてしまう。それが彼の言いたいことなんだろう。そうだ、任天堂はスーパーマリオギャラクシー以来オーケストラの傑作を作り続けてきたんだ。彼はオーケストラ音楽そのものは退屈なものだとは言ってないよ。彼が言いたいのはゲーム音楽が現代の映画のサウンドトラックに習ってしまっているということだよ。スターウォーズやジュラシックパークのように人々は映画のテーマを口ずさみながら映画を後にすることはないよね。ゲーム音楽についても同じことが言える。彼は正しいね。折衷案があるのに誰もそれをやらないんだ。ヘイローはメロディと雰囲気のあるオーケストラスタイルを融合させた素晴らしい例だと思う。デスティニーやはアルドーブ・オークラフトも素晴らしい例の一つだと思うな。上松からしたらヘイローのサウンドトラックも退屈だと言うんだろうな。最近のゲームの中ならニーアオートマタには最高のゲーム音楽があるね。それは自分も同感だね。日本のスタジオはいつも素晴らしいゲーム音楽を提供してくれてる。欧米のスタジオだけを見ていると日本と同じように適切に作曲された音楽を見つけるのは難しい気がするな。個人的にオムラシサイバーファンクは2023年最高のゲーム音楽だったね。彼は 100% 正しいことを言っているよ。彼のような人を自分の映画の音楽制作に起用したいといつも夢見ていたのはそれが大きな理由だったんだ。テレビや映画業界の音楽はゲームのメディアを抑制しているように感じるよ。久石譲波、正しく実践している素晴らしい例だと思うな。自分が思うに彼以外にも日本のアーティストの中には優れたものを持つ人がいると思う。ゲームを終えた後ずっと耳に残るような中毒性のあるゲーム音楽ってどこに行ってしまったんだろうか。最近の音楽は和音を抑えてシンプルなムードを作り出すようなものが多いんだ。例えばスパイダーマン2の音楽なんかは最たる例で、どんな曲があったか一つも覚えていないんだ。クラーベンスのテーマ、シンビオとピーター・タイ・マイルズのテーマ、スパイダーマン対ベノムのテーマは覚えてるな。強く印象に残るメロディーはないな。ゲームをやり終えてクレジットの5分後には鼻歌を歌えるような曲は一つもなかった。上松さんのような輝かしい実績を持つ業界の著名人が声を上げてくれて嬉しいよ。最近のゲーム音楽は確かに成功でオーケストラのように聞こえるかもしれないけど、聞いた瞬間あのゲームだってわかるようなものはないんだ。それに演奏されるたびに一緒に口ずさむようなキックや印象的な部分が欠けてしまっている。素晴らしいオーケストラ曲もあるんだけど、典型的な歴史映画やアクション映画で聴けるようなライセンスフリーの音楽に聞こえることが多いんだ。今のシネマティックなゲーム音楽ってムードに溶け込み、ムードに合わせること目標に作られているように思える。一方昔のメロディックなゲーム音楽はムードを作り出してプレイする私たちを奮い立たせたり、グラフィックだけでは伝えられない感情を伝える役割を担ってたんだと思う。ゲームだけでなく映画全般にもメロディックな音楽が戻ってくることを期待してるよ。またお気に入りのゲーム音楽作曲家は誰ですかという投稿にも多くの反応が寄せられていました。世界中の名だたる作曲家が挙げられていましたが、ファイナルファンタジーシリーズの上松の帽子やストリートファイター2やキングダムハーツシリーズなどを手掛けた下村陽子など日本人ゲーム作曲家の名前も多く挙がっていました。それでは海外の反応をご紹介します。ゲーム業界に大きく貢献したと思えるゲーム作曲家はざっと数えただけでも世界で30人ほどいるね。その中でも最も自分の心を揺さぶってくれたのは上松信夫、浜渦正史、崎本仁、下村陽子だね。最高のビデオゲームの作曲家たち、まさにゴーツだね。素晴らしい選択だ。信夫と陽子は僕のリストでもトップに君臨してる。信夫と陽子はこの中でもトップ2だね。ファイナルファンタジー7の上松信夫、ジェットセットラジオの長沼秀樹、ファイナルファンタジー13の浜渦正史かな。上松信夫、彼は私の子供時代に聴きまくったサウンドトラックの多くを一手に担っている存在だ。次にお気に入りなのはファイナルファンタジー14で有名なソケン正義かな。ベアマクレアリーに決まってる。彼は唯一であり最高だ。崎本仁、上松信夫、下村陽子、一ノ瀬剛、増田純一、あげればキリがない。お気に入りをピンポイントであげるのは不可能だな。近藤浩二、坂井翔吾、永田健太、
みんな偉大なレジェンドだ。決めきれないよ。浜津雅史と崎本仁志だね。一人だけなんて選べないから、二人にしてくれないか。錦安則、彼の楽曲は最高だ。もしかすると上松信夫を超えるかもしれない。個人的なベスト作曲家はエナレインか北村由加だね。山岡明を忘れてもらっちゃ困る。彼は天才だよ。やっぱり北村由加だね。プロ無限には不可欠な存在だ。彼女なしにソウルシリーズは語れないよ。上松信夫、下村陽子、近藤浩二、岡部圭一、彼らをマウントラッシュモアにしてほしいくらいだ。目黒雅史はペルソナでの仕事ぶりでダントツだね。仕事をしている時でもこの曲をプレイリストに入れて聴いているよ。彼の作る曲はずっと聴けるんだよね。メアマクレアリー、グスターボ・サンタオラージャ、スティーブン・バートン&ゴーリ・ハーブ、グレッグ・エドモンソンかな。上松や下村はたくさん挙げられているのに、なんで満田康則が挙げられてないんだ。みんなしっかりしてくれよ。彼はボートだぜ。やっと彼のことを挙げてくれる人が現れてくれたか。黒のトリガーの音楽は最高だよね。大賛成だ。黒のトリガーの曲は彼がメインの作曲家として仕事をした最初の作品だし、間違いなく彼の最高傑作だ。あとはゼノギアスの曲も驚異的だったよ。彼は才能の塊みたいな男だ。日本人の作曲家の名前が多い気がするな。日本のゲームには名曲が多すぎるからね。いかがでしたか。ゲームにおいて大事なゲーム音楽、さまざまな反応が寄せられていましたが、確かに昔のゲームの曲はすぐに脳内再生できますが、最近のゲームの音楽はあまり思い出せないような気もしますね。皆さんは昔のゲーム音楽と現在のゲーム音楽の違いに好きなゲーム作曲家に対してどう思いましたか。このチャンネルではエンタメに関する海外での話題や海外の反応を紹介しています。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。